道に戻りたいなと思っていた頃に、ちょうどやっていたラジオ番組にリスナーの方から、日高さんは声に特徴があるので声優の仕事向いてるんじゃないんですかっていうお便りをいただいて、後ろがラッキーに好きだらけ。もういつまでいじけてんのよ。あんたそれでも男なの？わかってるわよ。どうせあんたにそんな度胸あるわけないじゃないの。まさかアルクトゥルスの森に？大変だわ。どうしてこんなところに？あれはシャイニーロッド。そう、本当に小学校2年まではカッちゃんよりタッちゃんの方が早かったんだから。ああ、何してんのよ。みんなもう集まってんのよ。はいはい。うわ。駆け足。あ、はいはい。メイ、こら起きろ。こんなとこで寝てちゃダメでしょ。キラがこのまま手をこまねいているとも思えない。手を緩めればやられる。奴はエルの上を行き任した男、必ず何かしてくる。あなたの存在は邪魔なんだ。あなたと戦っていると僕はおかしくなってくる。何が正しいかなんてもういい。覚えているか、犬屋敷。私たちが奈落に引き裂かれるずっと前、初めて見た犬夜叉。お前はそんな顔をして泣くのだな。お姉様、あれを使うわ。え、よくってよ。でもコーチの作ったガンバスター、甘く見ないでほしいわ。ダブルバスター、これだ。いろいろ本でも服でもいっぱい買ってあげたかった。ごめんね、母親らしいこと何もしてあげられない。さあ、戦う時いつもアンテナ2本持つんだよね。こんな時のため。あっ、もう来てるや。 2,3 日筋肉痛でまともに動けないぞ。こりゃ押し入れました。執行モードレストリーデコンポーザー335。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。ナイスファイトボーイ。どんな女がタイプかな。あ、すみません、私頼んできます。早い。